こんにちは、パタヤチャンネルです。今回は2024年日本縦断パタヤチャンネルオフ会のご案内になります。今回のバックの映像はバリハイフ島からサードロードを通ってサウスパタヤに行くバイクで撮影した映像になります。では早速なんですが、今回は5月20日に福岡空港に到着します。そこから北上しながらオフ会をして北海道まで行くというプランになります。まず5月の予定なんですが、21日火曜日に福岡でオフ会をしようと思います。場所はまだ確定してないんですが、博多駅のあたりがいいかなと思ってます。翌22日は山口の宇部に移動しまして、ここはもうすでにお店も決まってるんですが、宇部新川駅の駅前のお店でやります。以前パタヤにあったエミさん食堂のエミさんのお店なんですが、エミさん曰く宇部にはパタヤチャンネル視聴者はいないと言ってたので、ぜひ山口に視聴者さんいましたらご参加いただけたら嬉しいです。いなかった場合は一人で飲みに行こうかなと思ってます。翌23日は広島に移動しましてオフ会しようと思います。まだ場所は未定なんですが、皆さんのご都合がいい場所でやろうと思います。続きまして、大阪オフ会が24日の金曜日になります。こちらもまだ場所を決めてるわけではないんですが、難波が都合がいいかなと思って考えてます。前半はこんな感じの日程になってます。続きまして、後半は5月29日に仙台でオフ会します。こちらも場所は未定なんですが、フェリーで行く予定をしてますので、仙台駅あたりがいいかなと思ってます。続いて6月1日は札幌オフ会になります。前日の31日に到着しますので、1日のオフ会は昼間にやろうか夜にやろうか迷ってるんですけれども、札幌には3泊する予定になってます。そして東京に3日に飛行機で移動しまして、4日にオフ会をしようと思います。一応今のところ上野がいいんじゃないかなと思ってるんですが、ちょっと場所はまだ未定になります。そして最後は地元の名古屋で9日にやりたいと思います。以前日本縦断オフ会を発表した時に名古屋を言い忘れてたみたいで、名古屋飛ばしと怒られてしまったんですが、当然地元ではやりたいと思ってますので、たくさんの方ご参加いただければと思います。とりあえず日程は決まったんですが、まだお店等は予約してませんので、各地お店の予約等もお手伝いしていただける方も同時に募集してますので、よろしくお願いします。また正確な会費は各地で違うんですが、だいたい5000円前後の飲み放題付きのコースを考えてますので、よろしくお願いします。そしてお申し込み方法なんですが、 X、Twitter、もしくは Instagram、もしくは動画説明欄に公式 LINE の登録 URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みください。そしてメンバーシップ等で個人 LINE してる方は直接お申し込みいただければと思います。今回はコメント欄でのお申し込みはお受けできませんので、ご了承ください。そして各地1週間前を締め切りとさせていただこうと思うんですが、東京、大阪、名古屋はかなりの数が予想されますので、最大20人ぐらいを考えてるんですが、満席になり次第締め切らせていただこうと思います。またキャンセル料金は1週間前から 100% かかってしまいますので、ご注意ください。そして先日パタヤのオフ会の動画でも紹介したんですが、 T シャツを販売します。今回僕がスーツケースに入れて持って帰りますので、送料が不要ということで、パタヤでの販売価格と同じ1枚2500円で販売したいと思います。オフ会の参加者限定販売になりますので、他では購入できませんので、ぜひこの機会にご購入いただければと思います。またパタヤのオフ会では毎回たくさんのお土産をいただきまして、大変ありがたいですし助かってるんですが、今回は日本縦断ということで飛行機や移動も多いので、大きなプレゼントやお土産は受け取れない可能性もありますので、ご了承いただければと思います。今回の日本でのオフ会は最初で最後の予定ですので、ぜひこの機会にお越しいただければと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。